九州北部では前線の影響で大気が不安定になっており、あさって頃にかけてこの状態が続く見込みです。このため長崎県では今日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。 MR 松浦鉄道によりますと、佐々佐世保間で土砂崩れが発生し、午前8時頃から運転を見合わせています。消防によりますと、けが人などの情報は入っていないということです。また県内では海上がしけており、長崎と五島を結ぶジェットフォイルや高速船で欠航が出ています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、落雷や突風に注意警戒するよう呼びかけています。